回モナコ国際映画祭コンペティション部門にて出品した作品笑顔の向こうにですけれども、最優秀作品賞であるエンジェルピースアワード賞を受賞いたしました。おめでとうございます。受賞した報告を受けた時の感想をお聞かせください。高杉さんからお願いします。僕は実際にモナコの方へ行けなかったので、東京で携帯で連絡来て知ったんですけど、なかなか実感の湧かない感じがあったといいますか、言葉で言われて写真、なんか楽しそうな写真が送られてきて、あ、素敵な賞をいただけたんだなっていうのはあったんですけど、なんか少し冷静な自分がいて、今ちょっとトロフィーいただいて、冷静な自分の中にも高ぶっている自分がいたんですけど、でもなんかトロフィー見てやっとなんか、あ、本当にこの作品が選んでいただけて、あのトロフィーがモナコから飛行機に乗ってここに来たんだなっていう感じがして、あの重みをちょっと味わいました。安田さんは実際に授賞式に出席されるとカーペットにも出られましたけど、はい、いかがでしたか？そうですね、私も呼ばれた瞬間はあれ本当にこの作品かなってちょっと思ったんですけど、でもステージにモナコに行った全員でステージに上がらせていただいたんですけど、上がった瞬間にすごい実感がこみ上げてきて、本当に受賞したんだなって思ってすごい嬉しかったです。出演されたタンコボキバジさんもモナコの方には行かれてないんですけれども、助演男優賞を受賞を今回いたしました。はい。で、ご一緒してみていかがだったかということと、あと実際に彼がそういう賞を受賞してちょっと喜びのメッセージなどいただけたらと思います。じゃあ高崎さんから参りましょうか。いや本当になんていうか、自分もすごく嬉しかったですね、そのお聞きして、なんか改めて、はいはいって言われちゃった、はい、これがこれがその、タンコボさん、だから改めてなんかなんていうんですかね、安田さんと僕は同い年なんですけど、大先輩の方たちに囲まれてこの作品を撮ったんだなっていうのが思いましたね。たくさんの素敵な先輩方に囲まれて幸せな現場だったなと思いますし、たくさん自分も得るものが多かったので、先輩方とご一緒してこうやって全て賞は全てではないとは思うんですけども、なんかこうやってなんていうんですかね、この映画だったりとか高橋さんだったりとかっていう賞をいただけるっていうのは本当に嬉しくて、改めておめでとうございますと直接ではないですけど言いたいと思います。安田さんは高橋さんと一緒のシーンがあったかと思いますけど、はい、そうですね、演じてみていかがでした？とても面白い方で、タンコボさん自分が映ってない時で私にカメラが向いてる時笑わせてくるんですねなんかそういうユニークな方だからこそ、モナコの映画祭でも実際タンコボさんのシーンでみんな笑いが起こったりとかしてたので、だからこそ受賞できたんじゃないかなって思うので、本当に素晴らしい方だなって思います。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、で高杉さん、安田さんはですね、医療関係者の役を演じるのは実はお二人とも初めてと伺っております。はい、演じてみていかがでしたか？こういう医療現場等々でも撮影はあったと思うんですけれども、いかがでしたか？そうですね、僕は特に歯科技工士という役だったので、そのなんていうんですかね、はっきりとは知らなかった職業だったので、今回この笑顔の向こうにをやらせていただくにあたって、いろいろと動画見たりとかその資料を見させていただいたりとかして勉強はさせていただいたんですけど、撮影の現場に行ってからがやっぱりその歯科技工士としてそのなんていうんですかね、やることだったりとかっていうのを習ってちょっとずつ理解していったっていうのはありますし、なんというか、本当に役やその作品で自分のできることできないこと関わらずやっていかなきゃいけないですし、知らないことっていうのを知っていく機会をこうやっていただけるのは嬉しくて、多分歯科技工士という職業をよく知らない方っていうのはたくさんいるとは思うんですけど、今回この映画で自分は歯科技工士という役っていうか職業をして、なんかどれだけ手に馴染むかっていうのを
やらせていただきました。安田さんはいかがですか？はい、私は自分の姉が歯科衛生士なので、職業的には身近に感じるものではあったんですけど、実際器具とかを手に持って口の中に入れるっていう作業はすごい資格のない私からしたら怖いことで、自分のお姉ちゃんってこんなすごいことしてたんだなって思ったので、なんだろうな、改めて歯科衛生士さんの大切さだとか素晴らしさを歯科衛生士の役をやらせてもらうことによってすごい感じました。ありがとうございます。じゃあちょっとここでですね、皆様からも質疑応答のお時間を設けさせていただきたいと思います。ご質問ある方は挙手いただけたらと思いますけれども、じゃあお願いします。加杉さん、今日、はい、いらっしゃった、今日お帰りになられたんですよね。はい、今日の昼に会った時に最初に交わした言葉とか、僕トイレ行こうとしてたらおーって言われたので、それが一番最初の交渉会話でした。おーおめでとうございますみたいな、そんな感じでしたね。なんかあんま閉まらない感じでしたけど、お土産いただけて嬉しかったです。お土産を買ってきてくれたので、僕は深くについては話してます。そうなんですよね。でもなんか連絡はいただいたので、その撮ったよっていうのと写真、楽しそうな写真とっていうのは、だから僕は東京で一人寂しく聞いて写真見て実感を少しずつ湧いて、はい、ました。後で熱く語ります。本当に加藤さんは、杉さんに今日お会い最初にした時、はい、どんな気持ちになりました？やっぱ気持ち高ぶりました？どんな気持ち、でもやっぱり最優秀作品賞なので監督ありき主演ありきだなって思ったので、本当におめでとうっていう気持ちを込めておはようございますって。おはようございますじゃなかったよ。いや、おはようございますって言った。おーって言ってたよ。はい、ありがとうございます。他の方質問あればいい機会ですので、じゃあお願いします。年上の方、さっき、絡むことが多かったというか、多かったと思うんですけど、はい、こう心境の変化とか役者になるにつれてこう変わったこととか、得られたものってさっきおっしゃってましたけど、具体的に教えてもらえたらと思います。今までのってことですよね、人生でというか、人生でって言うとちょっと大げさでしたけどそうですね、なんか僕は、中学生から今やらせていただいてて、ありがたいことにたくさんその役っていうものをやらせていただいてるんですけど、いきなりやっぱりウィンタースポーツとかやったことなくても、なんかその天才クロスカントリーの天才の役の子みたいなとか、まあ、宇宙人見たことないけど宇宙人とか、なんか見たことないし知らないし、でも役を通して見ることができるっていうのは本当に役者の楽しいところだと思いますし、どん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 やっぱりそのちっちゃい頃からやらせていただいてて、たくさんの方と出会って、たくさんの年上の方と話すようになって、仕事をしていてよかったなって思うことが、多分それが一番っていうとあれですけど、一つの大きな良かったなと思えるポイントかなと思っていて、毎回毎回、今回は歯科技工士という職業の役ですけど、やっぱり台本読んで字を読んでだけじゃ想像ができないものだったので、現場に行ってたくさんの方と、実際に歯科技工士の方とお話しして練習して初めて自分がその役として、職業として、その部屋だけでですけど生きてられる瞬間なんじゃないかなと思っています。本当に毎回やるしかないと思ってやってます。先輩とこう絡んでみて変わったことというか、今回、はい、今回の映画の向こうにでは、そうですね、でもたくさん僕今回お会いしてない方もいらっしゃるんですけど、おばあちゃん役の松原さんとは結構濃い絡みっていうのがたくさんあったので、なんか台本読んだだけじゃ、この大地っていう、僕の役は大地っていうこの役なんですけど、その感情の流れっていうのがいまいちつかみきれない部分があったんですけど、実際にお会いしてお話ししてセリフでですけど、その声のトーンだったりとか、
この動きとかこういう表情っていうのをキャッチボールしていくその流れがあったからこそ松原さんのその大地がゴールに向かって走っていけたんじゃないかなと思っていて、やっぱり改めてそのセリフとの家でセリフを言ってるだけじゃなくて人と目を見て会話をするっていうことが重要なんだなっていうのは、今回監督と安田さんと僕とでリハーサルとかもあったんですけど、やっぱりそういうのが重要だなと思いました。もう私はキャストの方ほぼ全員とお会いしてるんですけど、とにかく皆さん優しくて、やっぱりお芝居に関してもこうした方がいいんじゃないとかいろいろアドバイスをくださってたので、なんだろうな、全てが勉強でしたね。今回初めてのヒロインってこともあって不安もたくさんあったんですけど、本当にベテランの方々に助けられた現場でしたね。質疑応答最後の質問となりますけれども、最後どなたか。あ、よろしいですか。はい、それじゃあモナコに対して安田選手の質問なんですけど、はい、今日戻られたってことなんですけど、はい、いつからいつどなたたちとモナコにちょっと行ったのかまず教えていただけますか。皆さんモナコに入った日にちとかは別々だったりするんですけど、私は2日の、向こうだと夜にモナコに着いて、で、あれ3日？あ、そうですよね。映画祭の日程は3日から5日そうですよね、3日から5日。間違ったえ違う？そうだねすいません。で、行かれたキャスターの方は、木村祐一さんと、佐藤愛子さんと、池田哲弘さんと、浜田恵里さん。あ、そうだ、あと授賞式の時に阿部結衣さんがいらっしゃってくださって、あと監督も初日と2日目はいなかったんですけど授賞式にいらしてました、ね、で多分公式上映で多分出会って、はい、まあ、多分皆さんいらっしゃったと思うんですけど、うん、公式上映終わった時の、はい、このお客さんのリアクションとかはいかがでしたか。そうですね、なんかまあ外国人なのでもっとこうわーって笑いとか起きるかなって思ってたんですけど、割と皆さん真剣に見てくださっていて、で先ほども言ったようにたんこぼさんのシーンで笑いが起こってみたいな感じだったんですけど、すごいアットホームな雰囲気だったので皆さん温かく映画を作品を見てくれてたかなと思います。で皆さんでその公式上映終わった時に、はい、ではな、まあ、もしかすると何かしらの賞は取れそうだとかな、そういうなんだお話とかってあったりしましたか。感触とかも、まあ、モナコまで行ったので何か取れたらいいねとは話してたんですけど、まさか最優秀作品賞をいただけるとは思ってなかったので皆さんびっくりしましたね。あとね、タンポポさんも賞取られたんで、はい、当然その日の夜がみんなでこう乾杯。そうですね、映画祭の主催のパーティーがあったのでそこで皆さんと乾杯してっていう感じでした。現地で、はい、映画祭の関係者の方々に、まあ、こういった点で評価されて作品賞が取れたみたいな、その取れたポイントっていうのか、ね、そういうようなお話ってありましたか。お話はなかったんですけど、そのモナコの映画祭のテーマが愛だとか平和っていうのがテーマになってるので、まさに何ですかね、ラブストーリーもありますし、例えばアクションシーンとかがあるわけじゃないので割と平和な作品なのかなって思ったので、そこがモナコの映画祭に引っかかった点じゃないかなって思います。ちなみにあんまりモナコって日本人的だとにはモナコグランプリとか、ね、あんまりこうイメージはそんなないんですけど、うん、行って街ですとか、はい、まあ、食べたお食事ですとか、どんな感じでしたか。私初めての海外だったので他と比べることができないんですけど、
なんだろうな、割とゆったりとした街並みで、食事もあのフランス料理とかではなく全然たくさんあって、日本食もありましたし、お寿司とか、あのなんだろうな、あんまり海外に行きましたっていう感じは私はしなくて、いい意味ですごい馴染みやすい国でしたね。気候的にはこうやっぱりあったかい感じ。あ、こっちと変わらないです、はい、むしろちょっと寒いくらいでしたかね。じゃあそろそろ、すいません、高杉さんもなんかやっぱり来たかったなって思もう後で聞こうと思ったこと多分全部聞かなくていいかなと思ってはい、行きたかったらだいたい聞いた気がする。ちなみに一人でこう宿泊あげたりとか日本で一切してないですねなんか、本当にそうですね、連絡もらって写真見てそうなんだって思って終わっちゃいましたね。なんかもっと本当にみんなと一緒にそのムナコの方でわーっていうのが実感したかったなとは思いますね。それが今なんか伝わってきた感じがします。ありがとうございます。ありがとうございます。あと一本で、はいはい、お二人、じゃあ選択ね、まあ、あの海外の方に映画見てもらったん で作品賞も取れたと。で多分これを機にそれぞれちょっとその海外に目が向くじゃないですけども、少しその日本から離れていざ将来的にちょっと活躍したいな、出演したいななんてちょっとその希望とか湧いたりとかってお二人ともされたりしませんか。いや、高橋さんどうですか。そうですね、やっぱりでもできることならやっぱり見てみたいなっていうのはありますけど、そのどんな風に撮影されてたりとかするのかとか、なんていうんですかね、その現場の空気っていうのを感じてみたいなと思うんですけど、ただどれぐらい自分の中で現実的にできるかっていうのがないので、そうなれたらいいなっていうふわっとした夢っていうのはありますけど、でもこうやってなんていうんですか、日本の作品がその海外の皆さんにいろんな方に見てもらえるっていうのは本当に嬉しいことなので、これからもたくさんの映画だったりとかに出演して、またなんていうんですかね、こうやって賞に呼んでいただけるような作品と出会っていきたいなと思っています。海外作品に出るみたいな夢はないんですけど、今回みたいにもう一度日本の作品で海外の映画祭に行きたいなっていう夢はありますね。ちょっとじゃあ今回、まあ、初体験ということで、じゃあちょっといいイベントになった。はい、とてもいい勉強になりました。ありがとうございます。じゃあこれにて終了となりますので、最後にですね、2月15日から公開となりますので、まあ、公開に向けて作品をご覧になる皆様に向けてメッセージいただけたらと思います。じゃあ安田さんからいきましょうか。はい、私から来ると思わなかった今回モナコ国際映画祭で賞をいただいたっていうのもあるので、海外の方に見てもらえた喜びもあるんですけど、もちろん日本で公開されるものなのでいろんな方に見ていただきたいですし、出てる役者さんも本当に豪華だと思うので、いろんな世代の方に見てもらえたら嬉しいなと思うのと、やっぱり敗者の映画なので、これを見てアハを大事にしようって思ってくれる人が増えたらいいなって思ってます。じゃあ高杉さん。はい、本日ありがとうございました。そうですね、本当にさっきもお話ししたみたいに、自分はこの役者という職業をやらせていただいてて、たくさんの職業だったりを知ったりとか、たくさんの人になることができるので、知らないことっていうのを知ることができるんですけど、それを改めてこうやって歯科技工士っていうものを知らなかった自分が演じたことによって、たくさんの人に伝わることのできる職業なので、本当に多くの人に見ていただいて、その自分の中の選択肢ってものが増えていただけたら嬉しいなと思いますし、映画もなんていうんですかね、この人にこのターゲット層はここっていうものというよりは、本当にたくさんの人に
見ていただけるような作品になっていると思うので、多くの人に見ていただいて、その今回こうやって賞をいただくことができたので、出発としてはすごく嬉しい出発になったと思いますので、自分たちもこれからいいスタートを切って映画と一緒に頑張っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。